皆さんこんにちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回は KRY ハウジングサイト周南展示場のモデルハウスに来ています。前回ルームツアーで回ったんですが、本当に楽しくて、こう玄関周りも動線がいろんな方向に分かれていて、すごく快適に使えるんですけど、なんといってもここリビングの裏側なんですけれども、奥さんがお花屋さんという想定で、ここで花の作業ができるように作られてるんですね。もうめちゃくちゃあったらいいなっていう感じです。我が家はそういう専用の場所はもちろんないので、ダイニングテーブルでいつも仕事をして、夕方一気に片付けて、もうなんならこう本当に後ろ側のカウンターに全部こう散らかったままどかしてご飯の支度みたいなことが多いので、本当にこういう場所があるって羨ましいなと思いました。もういい仕事ができそうな、後ろも含めておしゃれな空間ですよね。で、今回なんですが、このお家の特徴がもう色味なんですね。入り口からそうなんですけど、すごく明るい色のグレーと黒で引き締めるポイントと、あとところどころ赤とかもアクセントになってすごい素敵なんですけど、こう木目調のウォルナットカラーも落ち着いた木の感じで、すごくその色合いのバランスが素敵なお家でした。なので今回はそれにこう馴染むようなインテリアということで、グレーのお花っていうのに挑戦したいと思います。で、花瓶も黒がアクセントになってて、全体的にグレーの吹きガラスのものをご用意したんですけれども、そこにグレーのお花をあしらっていきたいと思います。で、今回メインに使うのがこれ、なんだかわかりますか？これめちゃくちゃみんなにとって身近なお花、ススキなんです。今ススキをカラーリングした花材っていうのがすごい人気があって、これグレー色に染まってるんで、なんか原っぱとかにあるススキなんですけど、なんかちょっとおしゃれな感じに見えませんか？今回はこれを使ってコーディネートしていきたいと思います。で、同じく合わせるのが、よくここのアイコム店の花と愛のある暮らしでも使うんですけど、かすみ草、これもグレーですね。そしてアクセントになるソテツの葉っぱ、ブリーチしてあります。で、これもススキとすごく似てるんですけど、リードグラスですね。このあたりを入れていきたいと思います。なので、グレートーンだと暗くなりやすいので、白とかちょっと中間色の淡いグレーも合わせたりしながら、グレーのグラデーションで作っていくといいのかなと思います。専用のお花の仕事スペースあったら本当にいいなと思います。あとはこの今ここで、YouTube を撮影してますけど、なんかまさか家でね、そのライブ配信とかするようになるって全然思ってなかったんですけど、うちはそんなに配信するのにぴったりな場所があるわけじゃなくて、ダイニングテーブルからなんかインスタライブとかやったりするんですけど、やっぱりこう専用の場所がもし、そういう配信とかもする方だったら、お花の仕事で教室とかオンラインでやったりとか、専用の場所も余裕があったら想定してお家を作るというのは本当に今の時代に合ってるのかもしれないですね。で、こんな感じで同じグレーでもちょっとグラデーションをつけて飾っていくっていうのがすごくおすすめになります。ススキの葉っぱはね、田んぼとかでも本当にね、街中でも見かける雑草みたいに思われる方多いと思うんですけど、ちょっと色をつけるだけで本当におしゃれな花材に変身してくれて、ちょっと羽のような雰囲気もありますよね。アイコム店さんの花と愛のある暮らしではドライフラワーを中心に使ってるんですけど、ここで生花のお仕事したりするのも土間もすぐなので、外にすぐ持ち出したりとか、ここ多分ラッピングとかするのにも60センチあるんで、すごい使いやすくて、本当に生花のお仕事もはかどりそうだなと思いました。はい、こんな感じでグレーのグラデーションであしらったススキのアレンジメントを作りました。いかがでしょうか？ではこれをいろんな場所に飾っていきたいと思います。このお家本当に素敵な空間がいっぱいあるので、このグレーをどこに合わせていくのか私もとても楽しみです。
そして今回の衣装なんですけど、スタイリストの徳永千夏さんがセレクトしたタイルインザストアの洋服になります。こう上下でセットアップになってるんですけど、素材がすごい柔らかくてルームウェアにも本当にぴったりです。お家でこういうウェアで過ごしてたらすごいおしゃれですよね。そしてまずはこちらです。ここで作業をするというのも結構現実的かもしれません。結構お花の仕事してるとゴミとか茎とかこうどんどん散らばりやすいので、土間で仕事してこう包ん であとはささっと履いたりできるってことで、土間があるってすごいありがたいんですよね。こんな感じでいかがでしょうか。そして続いてはお部屋の中の方に戻ります。こちらのダイニングテーブル、中央に飾ってみるのはいかがでしょうか。結構この吊り照明がアクセントになってるんですけど、それに合わせてこんな感じでアレンジするのも、特にゲストが来た時とか華やかでいいかもしれないですね。こう奥にはハーフ収納がついていて、すごく奥行き感もあるんですけれども、こんな感じでお家の中央でお花を飾って花のある暮らしを楽しんでほしいです。そしてもう一箇所あるので行きましょう。こちらで洗面所なんですけれども、ここの洗面スペースはアイカの造作洗面なんですね。もう本当にホテルみたいでおしゃれですよね。色合いも白と明るいグレーと、こうちょっと落ち着いた色の木の色合いがすごくハイセンスだなと思います。でこういう空間にはこういうグレートーンのお花の色味がすごく合うなと思いました。いかがでしょうか。さあ、グレートーンのお花でまとめるアレンジメントをお送りしてきましたが、いかがでしたか。まあ、ポイントとしてはこうグレーのグラデーションつけて、でちょっと形や質感が違うものをこの中でも集めてくるとすごくバランスが取りやすいかなと思います。まあ、お家が本当にグレーが素敵なアクセントになっているので、お花もそれに合わせてしつらえるのもすごくいいアイデアですね。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回ぜひ見てください。ありがとうございました。